ダーケータクトおすすめ錬金のお時間です。おはこんばんは、タンチュンです。今回の内容はオルクステラ戦隊爆誕イベント第2弾装備3種について効果考察、あと錬金も合わせてやっていきたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回も同じく錬金の書2枚ミッションの方に来てますので、100回ずつやって錬金の書獲得していきましょう。もうすぐね、新ナンバリング4周年イベントがおそらく来るんじゃないかなと思いますので、装備結構増えると思います。もし新しいスゴロク城なんか来たら、アクセサリーとかもね追加されたり、来週から第8節のランクマッチ PVP も始まって新しい装備も来ますので、来月もね多分10個ぐらい装備は最低でも来るんじゃないかなというところも踏まえて、しっかり錬金の書はストックしておきましょう。使いすぎにご注意です。ザクザク錬金鉱山も最近その他装備の素材集めれない系がねたまに来ますので、少々回っておくといいと思います。ではおすすめ錬金いきましょう。まず1つ目、こちらアビスアックス A ランクの斧となっておりまして、入手場所はイベントクエスト 2-4、 制限はなしとなっております。基礎効果は攻撃力22の特殊効果悪魔系物理力 4% ということで、普通の A ランクの斧装備ですね。今回 A ランクドロップで配布になっているアビスソルジャーの専用装備となっております。今回ねこのアビスソルジャーなんですけども、一応ね移動4はあって、追撃で激しい雄たけびあったりするんですけども、特性がねダメージ 50% 軽減と雄たけびの追撃5回とかしかないので、正直ね使う未来があまり見えないです。スタミナ割りあんましたくないなとか、他回りたいなっていう方は今回これ諦めてもいいんじゃないかなと思います。戦闘力勢のね人ぐらいかな、これ集めるのは。新規の人もこれ集めてる場合ではないと思います。しっかりストーリーとか追憶回ってください。今ねスペシャルリンダキャンペーンが来てますので、そちら回っていただいた方がいいと思います。私ももうこれ以上集めないかな。ということでこちらの装備なんですけども、やはり A ランク装備ですので重要度は星 1.5 としておきます。もう錬金しなくてもいいし、まあ、できれば100回だけやって錬金の書だけ取ってください。おすすめ錬金としましては、アビスソルジャーをね集めないんであればライトニングスイングをね3つ揃える意味もないんですけども、逆にこれ以外に揃える必要があるものがないです。虹でね悪魔系物理力 3% が3つつけば悪くはないと思いますが、それでもデュランに使うかどうかっていうぐらいなので、適当にライトニングで揃えておいてください。やはり理由としましては、基本物理装備っていうのは S ランク装備にかなわないので、かなり色味よく3つ威力盛りができたらまあギリ使えるかなというラインです。100回だけ適当にやってみてください。全然揃わないですね。交換所でね素材集めていただくか、こちらの斧の錬金石 A とか使っていただいて100回だけ終わらすのもいいと思います。では続きましてこちら2つ目いきましょう。ストライダーククロー S ランクの爪となっておりまして、入手場所はイベントクエスト 2-5 で集めることができます。制限はなし。基礎効果は攻撃力プラス14の素早さプラス20、特殊効果が物理力 4% となっております。こちら重要度先に言わせてもらうと 4.8 つけたいなと思います。結構使えるレギュラー装備になると思います。なぜかと言いますと、普通のね爪に見えるんですけども、皆さん素早さでソートかけていただくと、素早さ盛り装備爪でね物理力を 4% 漏れる装備っていうのがあまりないです。こちら陽光の爪だったら物理 4% もついてるんですけども、物理力がついてるのが属性特化とか系統特化の縛りがある装備になってるんですね。わかりやすく言うと、こちら黄金の爪の攻撃素早さ物理力がアップデートされたバージョンと考えてもらえればいいかもしれません。なのでこの装備結構頑張って錬金してもいいんじゃないかなと思います。抽選一覧見ていきましょう。抽選数は全部で26ありまして、銅の効果を抜くと19、5種でございます。剣とかよりは揃えやすいかなという感じ。虹の効果に必殺スライダーブレイク、スライダークバーニング、素早さがありまして、威力盛りの方は 24% の3つずつ、素早さがプラス63のデフォート合わせてプラス83で、金銀合わせると抽選数が6ありますので、素早さ揃えやすいかなと思います。攻撃力は27の41で4つ、賢さは×としておきます。おすすめ錬金に関しては
死神スライダーク所持している方は、死神がね、配信率を持ってるワンチャン最大火力を出していけるキャラになってたりしますので、やはり広範囲で9マス範囲巨大ボスとかで最大力出していきたい方はスライダーブレイク三つ盛りもありかもしれません。なしではないです。ただですよ、今回は素早さ装備プラス物理力が 4% ついてますので、いろんなキャラでこの装備使いたいなって私もなってます。例えばドレアムだったりエスタークだったり、魔王系のね、物理力が上がって素早さ速い装備ってあんまりなかったりするので、素早さ盛りがまあベターかなと思います。そこは色味次第で考えてみてください。虹3つ揃ってしまったらもう仕方ないかもしれない。ただね、やっぱり個人リーグとかも入ってきたので、素早さ盛り装備まだまだ全然足らないです。死神のダークが貫突してない方は基本的には素早さ盛りで作った方がいいと思います。未所持の方に関しては素早さ一択、これしかない。ラインとしてはプラス78以上素早さ狙ってください。マックスはプラス83です。やはり汎用的にかなり使える装備ですので、陽光の爪と多分取り合いにねなるぐらいのいい装備になると思います。アビスソルジャーをねもう無理して集めずにこっちの錬金頑張ってみてください。私もねこれ錬金の書使いたいんですけども、ちょっとね来月10枚ぐらい必要な感じがするので、ここちょっと我慢して頑張って集めて、錬金の書なしでちょっと錬金していきます。レッツゴー。さあ早めに揃ってくれるといいんですが、あんまり沼りたくないよ。私持ってないんですよねダーク、なのでもう素早さ一択しかないです。お願いします。錬金沼るとねゴールドも減っちゃうから頑張って。今タクトで一番おもろいの錬金まである。お、とりあえず3つ揃ってくれた。57の77、うん、妥協ライン、妥協ライン来ました。1足りてないけど、抽選数的にはまあ揃えやすいかなと思いますので、ちょっと頑張れば素早さ3つ揃うんじゃないかなと思います。さあ頑張って。これはもう素早さ盛り一択。ちょっと揃わなかったですね。はい、ということでもうちょっとね裏で頑張りたいと思います。皆さんも頑張ってみてください。それでは最後ですね、こちら交換所の期間限定死神スライダーク交換所、勲章を集めて交換するやつなんですけども、6枚あればこちら交換することが可能です。こちらで獲得してください。虹オーブとスーツは取っておきたいかなと思います。それではスライダークスーツ、こちら防具で服となっておりまして、入手場所は勲章交換所6枚で交換できる。制限は攻撃タイプ、補助タイプ、妨害タイプとなっております。魔法タイプと防御タイプはつけれないですね。攻撃タイプつけれるのでかなり汎用性高いです。これも先に重要度言うと星5つけます。これかなりいい装備です。服でソートかけていきますと、攻撃とか守備素早さが同時に上がってくれる服ってね最近増えてきたんですけども、こちらね大空族のコートとかあるんですが、やはり系統とか属性にね縛り入ってるやつもあるので、縛りがないキャド属性耐性が 5%受けれる汎用的ないい装備となっております。これは使いやすいですね。一級品装備だと思います。ただね素材集めはできませんので、錬金する場合はもう錬金の書2枚使っていただくしかない。これは私ももう錬金の書使ってやるしかないかなと思ってます。2枚使っていきましょう。錬金後でやりますね。服の錬金石 S を使っていただいて錬金していただくという形になります。抽選数見ていきましょう。全部で24ありまして、銅の効果こうやって抜くと16、5種という感じです。キャド域耐性がプラス 24% の3つ。こちらに関してはレックのねブレスとか神竜のブレスとか、まああちらを抑えれるような感じかなという防具になるんですが、これもねちょっと限定的になりすぎるんでね、よし悪しあるかなとは思われます。3つ揃わない場合、まあ1つつけておくのもいいかもしれません。2つ目混乱耐性、こちらはね金銀と落ちていくと 4% 6% ってなってしまうので、除体除耐性はもうフル 30% ぐらいプラスアクセサリーで 50% とか漏れないとあんまり役に立たないかなと思います。もう本当に数%の運要素を持たせるようなイメージになっちゃうので、最近はね高確率超高確率 60-80% ってのがあるのでね、ほとんどあんまり意味ないかなという感じ。そして素早さがプラス30のマックスプラス37、これが4つ
つあります。 MP がプラス36の4つ。 MP はね悪くはないんですが、やはりちょっともったいないかな。まだ素早さ装備が全然足りてない状態です。守備力は×としておきます。ということでおすすめ錬金なんですけども、こちらも素早さ一択で OK です。このね素早さ系の装備が来た時にもう毎回最近言ってるんですけども、個人リーグがねやっぱり始まって12、3体以上分の素早さ装備が付けたい場合もう全然足りてないです。なんならアクセサリーとかにも素早さ装備がまだ全然足りてないので、そうですね、向こう半年1年ぐらいはまだかかるかなという感じ。 HP 盛り装備ってねだいたい揃ってきてると思うんですけども、やはり素早さ装備はもっと作っておくべきかなと思います。妥協ラインとしましては、できればプラス32ぐらい以上を作っていただければもう十分使える装備になるかなと思います。私もこれねちょっと使っていきたいなと思いますので、ちょっと頑張って錬金していきましょう。こちらね錬金石 S 使いますので、10個ずつぐらいでいきましょうか。早めに揃ってください。50個以内ぐらいで終わらせたいです。素早さに宿行き耐性、まあこれの上位互換ぐらい出ればそれでも十分使えるかな。今で25ですね。3つ揃ってください。お願いします。全然ダメ。いかがですか。お、3つ揃ったけども色味があまりよろしくないですが、まあまあでも25の32、はい、これ妥協ラインですね。一番早いのだと43とかハグメタ装備とかねあるんですけども、普通に36、38ぐらいで使ってるの多いので、まあ32でも使えるかなと思います。プラス特殊効果ヒャド属性がねあるっていうのが大事。まああと20個だけやろうかな。あー虹来てるのに惜しいな。20か。1でもプラス上げていくのが錬金の作業ですから。さあラストでいこうかな。ダメ。まあ素材ねまた貯めて置いといて、またブラッシュアップしたくなったらその時にやっていきましょう。ということでいかがだったでしょうか。よかったらコメント欄に質問や感想など書いていただけると嬉しいです。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。